はい、というわけでね、レビュー 2.4 キロですけどもね、まずですね、今日の一冊目はですね、エドガー・アラン・ポーでね、黒猫アッシャー家の崩壊、ポー短編集括弧1ゴシック編括弧新潮文庫 ISBN 97841、 じゃあそこまでいいね、うん、そこまでいいね、うん、というわけで、まあ、黒猫アッシャー家の崩壊です。はい、でね、初めてポー読みました、アラン・ポーで、ポーって言えばね、あっちの俺、頭ハゲ散らかしちゃって、なんか日本のミステリーの代表だみたいな言って、なんか椅子に人間が入ってるって言って、なんか喜んじゃうようなさ、あのエドガー・アランポしか読んだことなかったんですけどもね、アランポね、そんなダジャレみたいな名前つけなくてもいいだろうって思うんだけどさ、で読んだんですよ。でまあ、そのポーって人はね、まあそれこそこれの本、新潮文庫の今回読んだやつが生誕200年記念で出たっていうわけさ、どんぐらいだ、2004年とか7年とかそんぐらいだと思うんだよ。で1800年代ですよ。で当時ね、ポーっていうのはもうアメリカで全然人気なくて、あのどっちかというとフランスで評価されててなんつって言ってさ、でもう結構寂しい死に方したっていうわけ、なんか奥さんも死んじゃって、路上でなんか酒飲んでるとこバッと倒れて死んだとかつって言ってさ、で、まあ、死んだ後に、まあフランスでまたほら象徴主義だとかそういう連中がまたバーッと盛り上げちゃって、そんで人気出たっつうわけですよ。割と生きてる間はね、そうあんまりその栄光の道を歩まなかったっつうかね、うーん、そうらしくて、でさ、まあ、いずれ読まなきゃなんねえぞと、やっぱりね、また俺はそのトルストイだとかドストエフスキー読んだって言ってもそういうの読まねえでさ、ジョニーさんポーとか読まないんですかなんて言われて、いや一回も読んだことないよねとかってまた喧嘩になるじゃん。俺はトルストイだからとかって言っても、あーとかって、トルストイ何読むのって言って、いやとかって、嫌じゃねえよこの野郎って言ってね、こっちはクロイツェルソナタから悪魔まで読んでんだぞ、てめえこの野郎なんだっていう風にね思うじゃないですか。じゃあポーぐらい読んでやろうと思って読んだわけ。だから今回ゴシック編通語ってさ、ゴシックばっか言ってるわけ。もうゴシックだから、ゴシックって言うとなんだ、ちょっとこう、いや適当にまとめするとですよ、イメージとしてはさ、なんかこう揺れて揺れて今心がみたいなさ、なんかこうあんじゃん、ちょっとおどろおどろしいみたいな、お化けとか出てきちゃって、なんかこうちょっとこうウェーみたいなさ、でウェーって言っても東方神起じゃないですけどね、これね。で黒猫って話がまずさ、まあ、これ多分ゴシックの説明するの一番いい、俺もゴシックよく分かってないからね、こういう感じだっていうところで言えば、主人公がいてさ、すごい動物好きの主人公なのよ。そしたらね、うん、奥さん、まあ、大人になって子供の頃から動物好き で奥さんがいて、で奥さんも動物好きでって言うんだけど、主人公結構繊細な人でさ、酒飲んじゃって結構その精神病むんだよ。 お得意でしょ、あ、まあレビュー 2.9 だって感じだと思うんだけど、でそしたらね、家帰ったら黒猫がいるんだって。そしたら黒猫になんかちょっと抱きかかえたら、なんか黒猫がガッと噛みついたんだって、指を。そしたら主人公怒っちゃって、黒猫の目ん玉えぐっちゃうんだよ、ビッツって言って、でギャーってなって黒猫が、それでなんかその黒猫の怨念みたいなものにこうが主人公にまとわりつくみたいな話なわけさ、その後にね。で結構そういう話とか入ってるわけで、そのゴシック編って言ってるだけあってさ、そんな話ばっかり言ってんですよ。なんか墓場に女がいたんだけど実は生きてて起き上がってくるとか、なんか飽きてきちゃってそんなんばっかだから。でさ、文章もさ割とこう装飾的っていうかね、そんなオーバーに書かなくてもいいじゃんポーって思うんだよ俺は、読んでると。いや落ち着いてさって思うんだけど、ポーは落ち着かないんだね。ポーすごい興奮してんだよ。でも確かに死んだと思った女が出てくるら確かに興奮するっていう心理になるのは間違いないんだけど、読んでる方としてはさ、さっきも読んだ話なんですけどってポーに呼びかけても、ポーはいや黙って聞いてくれってなるわけ。いやーって思いつつ、それで付き合っては見たんだけどね、ずっとそのなんか天使みたいなやつが出てきて闇夜の漆黒の中から現れてきたのは俺の顔だったとかって言われてもさ、鏡だったんじゃねえかとか、そういうツッコミをしつつ見ると、ポーちょっと元気出してよく言うけどね、レビューでね、これね、あんま落ち込まねえでっていう風にね思っちゃいましたよね。ちょっとでね、
いやこれね、来週、俺明日もね予定あって、土曜日も予定あんでね、レビューに本足んねえかもしんねえっていうとこであんだけど、あの今もう一個ね、今回読んだの短編集1っていう新潮文庫の生誕200年記念のさ、もう一個2ってやつはさ、ミステリー編なんだよ、ポーのさ。でそっちだとさ、一番最初にその推理小説をポーが書いたって言われるモルグ街の殺人っていうのがあるんだけど、そういう方が面白いね。今まあそっち2は途中なんだけどさ、なんかこう三島由紀夫みたいでしょ。なんか文体は綺麗だけど、これ菅敦子っていう人の旦那さんが言ってたけど、三島由紀夫って肝心なこと言ってないような気がするっていう話をしてたんです、その旦那さんが。なんかちょっとわかるよね。なんか文体でうまいことごまかされてんなみたいな感じしちゃったっていうね。うん。であとゴシックっていうとね、今さらこう読むとさ、やっぱり揺れて揺れて今心老害になっちゃうよね。こうなんか、なんか老人しかないって、眠たくて眠たくて眠たくてみたいなこう感じ、目がシャキーって感じになっちゃうんですよね、うん、あのそれこそ目の周り真っ黒にしてブスな女引っ掛けてろビジュアル系っていうこう感じしました。はい、いやそういうことです。はい、というわけでね、いやでもまとめると、言わない文庫の方だと黒猫とモルグ街の殺人が入ってるバージョンがあったから、そっちで読んだ方がきっとバラエティーとんでですね、面白いと思います。はい、というわけでね、今日の一冊目ですね、江戸川乱歩でね、黒猫アッシャー家の方からポー短編集1ゴシック編各新潮文庫、ここまではいいねでした。はい。